7インチなんで、ちょっとまあ普段僕が使ってる5インチのモニターより大きいんですけど、ただ重さが 245g なんですよ。やっぱ7インチの音響って大きいな。7インチはでかいっす。でかいな。で 200g やろ。 240? そうそう。あ、いいな。家なの 2.4 やばないですか。綺麗やな。実際これでレック回したらもうほら、ね、エフェクト3も実際レック回るみたいな感じですか。割とねちょっと満3年 B 組ですか。スキーパーチェンズ。おはようございます。おはようございます。っていう時間でもないんですけど、はい、これこの感じで撮ってるってことは、え、まっ、って思った方もいると思うんです。あかんわ、これ名前出したらあかんのか。あかんのか。今日はてっちゃんにも来てもらってですね、よいしょ、実はなんですけど、ここに FX3 に今ついてるんですよ、これモニター。これはポートキーズのモニター7インチ送ってもらいまして、ポートキーズさんからザスというわけで、ちょっとね、なんでこれ外で今撮ってるかっつったら、うん、このモニターなんと1000ニッツなんですよ。明るい。だ、今日見てもらったら分かると思うんですけど、信じられへんぐらい晴れてるんですよ。まあ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 な領域で晴れてるんで、まあ、この中でもちょっと実際に使えるのかとか、哲郎さんにもせっかくやったらこのねモニターちょっと体験してもらいたいと。俺も体験するんです、哲郎さんも体験するということで。哲郎さん金子みつづ。7インチなんで、ちょっとまあ普段僕が使ってる5インチのモニターより大きいんですけど、ただ重さが 245g なんですよ。軽い。めっちゃ軽いんですよ。今実際めっちゃ軽くて、だこれは結構この外パッとフォトウォーク的なんとか、そういうの撮りに行くときに便利やなと思って、うん、あと意外や意外な機能があるんですけど、今日ちょっとそれを使うかは分かんないですけど、まずこのモニターもう一個結構このポート、ん、他のやつにあんのかなっていう機能で珍しいのが、あのその場で動画のやつを JPEG 生成をできるんですよ。どういうこと、まあ、要はスクショみたいなのを撮れるんですけど、要はそれを半透明みたいなのにしてモニターに映し出すことができるんですね。でこれ一見何の意味があんねんって思うかもしれないですけど、トランジションとか作るときにめっちゃ便利なんですよ。被写体の位置をとか、いちいち覚えんでというか、そうそういうのができるようになる。金八先生のオープニングぐらい鳩飛んでたけどとか、割とねちょっと満3年 B 組ですか。スキーパーチ先生。あえて今日は家なを持ってきました。本気やん。本気というか、うん、まあなんかオートフォーカスのレンズ使ってもピント面がどうか、おっしゃる通り、あんま分かんないんじゃない。確かにそういうこと、ね、別にオートフォーカス勝手にやってくれるから、じゃあ、はい、マニュアルフォーカスのレンズでやっぱこういうモニター僕使いたいなって思ってる派なんですよね、うん、よいしょ。でまあいろいろ機能があるんですけど、まあ価格で言ったらポートキーズにしては安い。だいぶね、あのね、入門編じゃないけど、うん、もう割と安いんですよ。5万ぐらい、5万ちょいぐらいで、うん、まあ、Amazon で買えるっていうので、うん、でしかもこのモニターポートキーズのこれね LH7P っていうやつです。 1080p の 30fps までの 4K オーバーサンプリングやったらできるって感じですね。いや、まあ普通の容器だったら全然こと足りるね。そうです、こと足りる。でこれね、特化してんのが1個だけ先にとかないとあかんのが、ソニーとブラックマジックデザインなんですよ。ほうって思うかもしれないですけど、うん、内蔵 Wi-Fi が入ってましてですね、これ。ほうほうほう。内蔵 Wi-Fi 入ってるから、後でまあ見せますが、うん、これつなぐとですね、カメラつなぐと、うん、ここでタッチオートフォーカスとかができるようになります。へぇー。ソニーはで、あのブラックマジックのカメラは Bluetooth 接続になります。ソニーは有線接続です。いや、ソニーは Wi-Fi です。この内蔵 Wi-Fi 接続 2.4GB で接続した上で、うんうん、でかつここで ISO であったりとか、うんうんうん、シャッタースピードであったりとか、レックも回すことができますっていう結構便利な機能がついてるので、ちょっとまあ主に多分それを使うんかなって感じで、はいはいはい、ちょっとまあ実際に今からまあ見ていこうかなと思います、うん、ちょっと Wi-Fi つないでみましょうか。よいしょ。見えへんの、交代しますか。ちょっと一回哲郎さんにも体験してみてほしい。うん、全然見やすいよ。っていうか軽ないですか。いや、そうやな、軽いな。あ、でも全然見やすいよ。7インチってやっぱ偉大っすよね。おお、こんなに変わるんや。モニター使います？普段。いや、だからそのスマホのモニタープラスさんとか、あ、ソニーのね、ソニーの、うん、あ、ソニーのじゃなくて、あのアプリの、アプリのか、うん、ソニーのはまだ S3 対応してないのよ。あ、なるほどね。やっぱね、モニターはね、あった方がいいな。いいっすね、個人的には。
とは思いますけど。いいよこれでも。え？見やすいよ。まあ、見やすいし。これ伝わるかな？見やすいねんよな。割り軽い。まあ後でちょっとカフェでやってみてもいいかもしれないですけど。現状遅延もなさそう。なさそう。ラットも何個か入れる感じ。入れます。3D ラット入れるんですけど、今はレック709にしてます。どうですかそのモニターに今フードついてないですけど。ああ視認感は全然すごく高いと思うよ。普通に綺麗ですよね。うん、視認性は高いすごく。ちょっとしてみていいですか。はい。レック。ほら回ったでしょ。はい回りました回りました。これ便利っすよね。確かに確かに。やっぱ7インチの音景って大きいな。7インチはでかいっすね。でかいな。で 200g やろ240。そうそうそう。いいな。そうね、ちょっと UI は、うん、分かりにくいわけじゃないけど、もう少しなんかシュッとできたら、シュッとできたらいいね。うん、あとやっぱ SDI 対応してないんで。あ、まあ対応したら死ぬほど高なるわな。まあそうですね。 SDI 対応してないのがまあ ある種だから、その放送業界とか向けではないですよね。まあ、こことか見ると、うん、一応4分の1ネジあったりするんで、まあこの辺はね、そうね、アウトもあってイヤホンもあって、そうですね。この端子は何ですかね、 USB 端子は。USB を読み込んで、うんうん、内蔵ラット入れるときとか。あ、そういうこと。 SD じゃないってことね。ちょっとモニター見えたけどね、今見えた。あ、見えますね。見えた。これでフードつけんでもいいってのはいいね。家なの 2.4 やばないですか。綺麗やな。てっちゃん体験中。まあ映像を一緒に見てもらいながらにしようかなと思ってるけど、やっぱだいぶ合わせやすいですよね。そうね、うん、やっぱ実際今度言っていいんかな、はい、スモール HD さんとか、はい、まあいろいろ使ったことあるやん上田は、はい、その中でもやっぱ価格的なところで言うと、価格で言うなら、ね、まあ、見やすいと思います。で安いし手は届きやすいよね。手が届きやすいですね。いいモニターとか求め出したらキリないから。そうね、なんか実際問題モニターにお金かけれる人ってどこまでいるかって言われたら、まあそんな多くないと思ってて。確かに。あ、でもモニターでねピント確認できるかどうかって大事やし、ね、結構ねモニター使ってなんかちっちゃいモニターやったら微妙やなって思ってたアングルも、意外とモニター使ったらこれ絵になるなみたいなのが結構あるんですよ。だそこは結構でかいかなと思いますね、モニターのメリット。ちなみに、はい、今ピーキングをちゃんと合ってるかなって、はい、オンにしたけど、はい、ちゃんとバッチリ合ってたんで。あ、やっぱ微大事で合ってた。合ってるんやな。まあモニターのメリットっすよね、そこが。大きさ的にも超コンパクトにはまとまってくれてる感じはするっすよね。全然ほんまに軽い。軽いっすね。両抜きで軽いよ。とにかく軽いっすよね、それ。それ軽さは断トツだもん。うん、正義やわ。というわけでカフェに行きましたよ。よ。カフェに。いつものいつものカフェに来て、まあ、で、まあ、ちょっとその実際モニターの具合ちょっと最後見ていこうかなっていう感じで。今これやったら映るでしょさすがに。うん、映る映る。これソニーの FX3 と Wi-Fi 接続で接続したんですけど、今日はここにホワイトバランスと、まあ、CT、まあ、ホワイトバランスであったりとか、あとはここ SD ですよね。4時間54分。これ僕2枚入れてるんで。でカメラ側のやつのバッテリー残量とこのモニター側のバッテリー残量も出てるって感じですね。でアイリスは、まあ、ちょっとこれオールドレンズ使ってるから今ないんですけど、ここで F 値も一応変えれますと。でシャッタースピードも押したらこんな感じで変えれますと、8000分の1とかまでいけますと。で ISO も変えれますと、今12800ですね。でフォーカスとかも変えれると。まあ、ズーム電動ズームとかあるんやったら変えれるんかなこの辺は、うん、っていう感じで、まあ、ソニーとだいぶ親和性が高い感じになってます、うん。まあ、これが基本的にこのモニターでできること。これ Wi-Fi つなぐだけで HDMI ケーブルつないでできるから、実際これでレック回したらもうほら、ね、FX3 も実際レック回るみたいな感じですね、うんうん。これがこのポートキーズの、まあ、一番いいとこちゃうかな。モニターって価格見ていったらキリないじゃないですか実際、うん、キリないけど、まあなんやろうな、まあ、高いのなんかそこまで10万とか予算かけれへん人はこれかなって感じはするっすね、うん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 。予算かけれる人は別にもっと別のモニターでも選択肢全然あると思うっすけど、そこは結構感じたかな。これ例えばさ、2台買うたら
受信送信とかすることはそういうことはできない。そういうのではないはずっす、うん、まあ、一応 HDMI アウトあるんで、うん、まあ、あのアウトしてあげればって感じで、うん、もしできるんかな、なんかそんな機能は特に見てないですけど、うん、まあだから本当にこうどちらかといえばこのモニターはそのいろんなことをここでソニーのカメラの部分を操作しながらやるやつやから、うん、なんかあのちょっとだから他のモニターとある種用途違うかもって感じはするっすね。確かにそうね、住み分けは違うかもね。そうちょっとラフなに使えるモニターっていう印象かも、ほんまに、まあ、ワンオペで自分の視認性がこっちのモニターやったらちっちゃいから、うん、ちょっとちゃんと見えたいなぐらいのそうっすね、のイメージかなとは思いました、うん、なんで、まあ、ほんまにこっからモニター買ってみたい人にはいいかもって、うんうん、確かにマジ上見出したらきりないんで、うん、バカみたいな価格のやつある、うん、だからデゾさんも悩んでるでしょ。そうやな、モニターだからまあ本当に手は出しやすいかもね。手は出しやすいですね、うん、まあ5万で手を出しやすいって言ったら語弊あるかもしれないけど、まあ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 、まあ、概要欄に貼っとくんで、ポートキーズの LH7P ですね。 LH7P はい、うん、ソニーとプラマジの方はねぜひぜひ、うん、ぜひって感じです、ね、親和性が高いね、はい、うん、よかったらチェックしてみてください。というわけでミリオネンダー映像制作家が音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけど顔厳しいな、今目指せ10万人ということで、声でっかく銀の盾、ピンマイクがいいんですよ目指せ10万人ということで銀の盾欲しいわーっていうことで頑張って、何で掛け合いでやるんですかよかったらまた見ていただけたら嬉しいですよというわけでまた次の動画でお会いしましょう。ウィリーとてっちゃんでした。バイバイ。